はい、友永美代です。今回はそっくりさんっていうアプリがあるんですね。でそのアプリを使って果たして私の名前は出るのかちょっとチャレンジしていきたいなと思います。それでは美代チャンネルどうぞ。男性女性で出てくるので、まあ女性でしょ。人気女優アイドルアナウンサー YouTuber タレント、とりあえずちょっと人気から言ってみる。無難に。さあ誰が出てくるかな。せーの、あの子出てきた。あ、人気のとこで元 AKB48 の河合里奈さんが出てきた。 89.0% そっくり度。これね、本当に初期の頃からめちゃめちゃ言っていただいて、河合さんともね実際何度かねお話しして言われるよねっていう話をしたことがあって、でも性格ってことだよねこのアプリ自身が。じゃあ次はどうしよう。やっぱり7年間アイドルやってたから、ちょっとアイドル部門にチャレンジしてみたいと思います。めっちゃ緊張する。でも出ないと思うんだよね本当に。せーの、結果を見る。あ、悲しい。アイドル部門でも河合さんが出てきました。 89.1%。 やっぱりまだまだですね。じゃあ YouTuber でやってみよう、ね、でも面白い、めちゃめちゃ面白い。ではYouTuber さん出るのか。まあね、出ないと思うよ。ボンボン TV のなっちゃんさんで出てきました。 88% 調べてみたいと思います。そうなんだ。ちょっと今度 YouTube 見てみよう。じゃあタレントとか言ってみますか。タレント部門女性。はい、結果を見る。あ、おお、タレント部門だと広田愛香さん、愛愛ちゃんが出てきた。 83.3% だって。愛愛ちゃんはなんか TikTok で一回コラボさせていただいて、そこから何度かご連絡取らせていただいていて、なんかお会いしたいねってずっと話しています。面白い。あの男性でもやってみたい。男性のじゃあ人気でやってみよう。せーの、誰が出てくるかな。人気の男性バージョンでやってみたら、 EXIT の金近さんが出てきた。面白い、初めて言われた。じゃあタレントやってみたいと思います。タレントケミオさんって出てきたんだけど、面白い。全然似てなくない。面白いですよねケミオさん。あ、面白かった。楽しんだ普通に。でもあの自分の名前が出なかったのがすごいちょっと悲しい気持ちになったから、やっぱまだ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 本当になんか頑張っていかなきゃいけないなっていう風に思いました。いつかねこんなのしてさ自分の名前が出るとすごく嬉しいよね。なんかそうなれるように頑張ろうと思った。ではただただ私が楽しんでる動画になっちゃったかと思うんですけど、楽しんでいただけた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。ありがとうございました。